どうもこんにちは。今日はですね、商品のレビューといいますか、ちょっとした、節約するテクニックがお話ししていこうと思います。ただですね、対象となるのが、4歳から6歳ぐらいのお子さんをお持ちのご家庭の方だけになるかなと思います。で、どういうことを話していこうかっていうとですね、今日のテーマはこの紙おむつ、紙パンツのことなので、この紙パンツのブランドをアップしてですね、なおかつ節約をするっていう、ちょっとしたテクニックを話していこうと思います。で、この紙おむつ、紙パンツっていうとですね、ブランドが本当にもうたくさんあってですね、皆さんどれを選ぼうかっていうことで、いろいろ試されたりとか、レビューを見たりとかっていうことで研究されていると思います。一例を言うとですね、一番有名なのがメリーズとかが有名かなと思いますね。最近では中国人さんがですね、この顔のメリーズがいいっていうことで買い占めるっていうことで、もう最近では、ドラッグストアとかスーパーとかでもう取り扱わないぐらいになってきております。それはやっぱり買われることが多くなってきて、あえて値段を安くして売る必要がなくなってきたからっていうところなんじゃないかなと思います。とにかくメリーズが今なかなか売ってなくて、かつ値段が高いもので、イメージ的なブランド力で言うと一番じゃないかなというふうに思っています。他にも、ムーニーとか元気とかマミーポコとかですね、パンパスとかグーンっていうのが、一般的にあって、あとは、PB とかですね、例えばイオンの PB とか、あとは何ですかね、ベビザラスの PB とかがいろいろあります。で、そんな中でですね、今、うちの家で使っているのは、こちらのパンパースを使っています。サイズ XL っていうのはビッグサイズっていうことになりますけども、パンパースを使っています。パンパースっていうと、うちみたいにちょっとケチな家庭で言うと、いい方のブランドなんですけど、なんでこれを使ってるかっていうと、やっぱり、今使っているの、幼稚園の子供なんですけど、夜寝るときに、おねしょを今でもしてしまう可能性が極めて高いので、パンツを紙おむつを履かせて寝かせておるんですけど、それでやっぱり性能が夜履かせて寝るっていうと、お休みマンはちょっと高価すぎるんで、パンパスで今大丈夫なんでパンパスを履かしているんですが、実際昔はですね、うちもケチなので、一番スーパーなどで安売りされているマミーポコパンツを使っていました。で、なのになんで今この逆に高めのパンパスを使っているかっていうと、実はこのパンパスの方が値段が安いからなんですね。なんで値段が安くでパンパスの方を使えるかっていうと、実はですね、ブランドによって、サイズ分類が違うんですね。例えば、ここにパンパスあるんですけども、パンパスの場合、パンツでわかりやすく言うと、M サイズは6キロから10キロ。L サイズは9キロから14キロ。ビッグサイズは12キロから22キロっていうふうにサイズ分類されています。ただ、今まで使っていたマミーポコパンツ、ちょっと現物はないんですけども、M サイズが7キロから10キロ。L サイズが9キロから14キロ。ビッグサイズが12キロから17キロ。で、それより大きいサイズが13キロから25キロっていうサイズ分類になります。で、このサイズ分類は
まあ、それぞれあるんですけど、このサイズごと、例えば M サイズとか L サイズとかビッグサイズとか、いろいろありますけど、それに入っているおむつの枚数、ワンセットのおむつの枚数が違うんですよ。で、まあ、例えば、まあ、先ほど安いと言っていましたマミーポコパンツの場合、まあ、ビッグサイズは38枚、1袋で、一般的なやつですよ。いろいろな種類がありますから違ったりはしますけど、一般的なサイズでいくと、ビッグサイズだと1袋で38枚の紙おむつが入っています。あ、紙パンツが入っています。で、それより大きいサイズになると、28枚しか入っていないんですよ。で、うちの今の幼稚園の子供が体重が 16.5 キロありますので、ビッグサイズだと推奨体重が17キロまでっていうことで本当にギリギリなんですよね。パッツンパッツンになるんですよ。で、じゃあ本来であればこれビッグより大きいサイズの方にすると、まあサイズ的には問題はないんですけども、実はその入ってる枚数が38枚から28枚になってしまうので、実は結構高額になってきます。どういうことかっていうと、例えば、具体的に言うと、まあ、980円で、まあ、仮に、まあ、マミーポコパンツが売っていたとして、例えば、38枚入ってるビッグサイズだったら、1枚あたり 25.7 円なんですね。それが、ビッグより大きいサイズ28枚入りになると1枚あたりが35円になるっていうことなんですよ。で、例えばこれを35円をビッグサイズと同じもので買うとしたら1330円っていう計算になって、かなり実は割高になってきます。それに対して、パンパスさん、今うちが使ってるパンパスさんのビッグサイズっていうのは12キロから22キロっていうことで、うちの子供の 16.5 キロっていうのはちょうど真ん中ぐらいになりますので、これで十分履けますし、ブランドなんかも高いです。例えば、このマミーポコパンツを、あ、マミーポコパンツじゃないです、パンパスをのビッグサイズを買った場合は38枚入ってますんで、単純に1200円で買ったとしたら、1枚あたりが 31.5 円っていうことになるので、言い方悪いですけど、安物のマミーポコパンツのビッグより大きいサイズは1枚あたり35円。に対して、有名ブランドのパンパースさんのビッグサイズは1枚あたりが 31.5 円になるっていうことで、実はパンパースの方が割安になってくると。いう計算になります。ですから、うちでは、まあ、内容がいい。まあ、もう、マミーポコパンツと、まあ、あればよかったんですけど、パンパスと比べてみたら本当に一目瞭然で、やっぱり、パンパスさんのですね、この、触った感じはもう全然マミーポコパンツと違うんで、そういう意味で、値段は、節約できた上に、ブランドもアップすることができる。で、かつ、まあ、安くできるっていうことだったら、もう間違いなく選ぶのはパンパースだと思うんですね。で、うちではもっと、その、どこか安いとこはないかなとか、もっと箱単位で買ったら安くならないかなっていうことで、いろいろ試しているところなんですけど、まあ、単純にこのサイズの部分っていうのは注目していただいて、サイズごとの枚数の差っていうのがありますんで、そういうことを捉えてお得に皆さんも使っていただければなというふうに思います。今日はかなり細かいお金の話になりましたけども、少しはお役に立てたんじゃないかなというふうに思います。今日は最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。